と、訪れた生徒の名前、風邪予防と引き始め対策。風邪ね、夏でも冬でも風邪ってかかるよね。背中痛くなるしさ、しんどいよね。なんだ、視力はいい方などで後ろの席でも困らない。うん、いいことだね。でもさ、前の日やつがでかかったらさ、見えなかったりするよね。中学生以来伸びてないよ。まあ女の子だしね。体重計、今後も成長に期待。成長、成長しちゃダメなんじゃない？ん？熊のぬいぐるみ？なんでこんなところにあるんだろう。ね。熊の、黒熊の膝から血のような赤いものが出てる。あ。ん？普通にやっちゃっていいんかな？救急箱。はい。ちょっと待って。こういうのわかんないんです。うわ、着馬の右腕が異様に曲がって骨折だね、これ。いや、骨折。待って、なんか資料ないの？資料。何の資料もなしに。頬が赤い。熱だ。北海道。あ、北海道。冷えピタ。うん。熱を出したときはこれがよく効くんだよね。絆創膏かな。はい。ぬいぐるみとはいえ、怪我してるように見えてかわいそうだな。この子は問題だな。なんだ、異様に曲がってるって骨折。骨折。でも、包帯かな。今更だけど手当てしてよかったんだよね。え、なんか、え、間違えた、なんか。ん？開いた？あ、よかった。うん。え？もう少し探索しよう。え？あ、これか。あ、これか。おー、エアフイーター、た、二人の愛は永遠に今。怖っ。え、なに怖っ。うわ、あ、痛く、あら？びっくりした。私が言えたことじゃないけど、伊藤先生も残ってたんだ。伊藤先生、生徒はみんな帰ったはずの校舎内で物音がしたり、明かりが見えたと思ったら、藤野だったのか。まさか真面目なお前が夜の学校に忍び込むなんてな。違います。いや、違わなくない？なんて言い訳しよう。あ、放課後ちょっと教室で居眠りをしていたら、いつの間にか下校時間が過ぎてて、昇降口が閉まってたんです。それで先生に開けてもらおうと職員室へ向かおうとしたら何かにつまずいて転んでしまって、保健室で手当てをしていたと。はい。どうかバレませんように。この先生って本物なの？昇降口を閉める前に警備員が見守ってるのに寝ていたお前に気づかないなんてずさんだな。はあ。ところで傷は大丈夫なのか？はい、かすり傷で済んだので。そうか。でももう遅いから先生が送ろう。え？もう少しで何か分かりそうなのに今帰るわけにはいかない。しかも無断で帰ったりなんかしたら、あの人からのゼロに近い信用がマイナスに落ちる。お気遣いありがとうございます。大丈夫です。そういうわけにはいかないだろ。怪我もしてるんだし。兄が迎えに来てくれているので。そうなのか。はい。なら昇降口まで送ろう。あ、積んだ。終わり。なんだ。握手の手紙で、この子らは柑橘系の匂い。バラの匂いじゃないんだ、バラの模様なのに。なんだ、燃やしてないか、こいつ。で、手紙を炙ると文字が浮かび上がった。マイスイートとラバー、え、ダーリン、今日も世界一大好き。早く卒業して今よりもっと幸せになりたいな、X、事情、プラス、Y。うわ、何これ。今日の私の気持ちはこれで。何わかんねえ。うわ。さっきからお遊戯レベルの仕掛けばっかり。この学校の七不思議の正体はきっと、不可解なのは、独身化の女子生徒が次々に消えてること。そっちはどう考えても。
悪霊の仕業ってこと？キコからか。キコちゃん、懐かしい。こちら、コマク。やっほー、コマクちゃん。任務は順調？順調だけど最悪。あんたのリサーチ不足のせいで面倒なことになってんだけど。え、どういうこと？いや、キコちゃんが悪くないよ。たまたまあの子が居合わせただけだから。だって消灯時間だもん。見回りの警備員さんも帰ってる時間だし、誰かが残ってるなんて思わなかったもん。まあ、しょうがない。てか、キコちゃんなんか変わった？てか、その姿だし、なんとかごまかせはしたんでしょ。今すぐにでも、あいつから僕の記憶を消したい。結構可愛いのに。ププ。切った。あのクソガキ。お股がかかってきた。もしもし？おお、トワちゃん、懐かしい。トワちゃん。安心感あるトワちゃん、こっち来てくれ。変わってくれ。こいつ変わってくれ。マック君、メール見たよ。調査はもう少しかかりそうだね。トワの方は、うわ、任務終わったの。まだまだ時間かかりそう。こっちが済んだら加勢するよ。また後で連絡するから。こいつ、トワちゃんにはすごいデレデレなんだな。本当？マックもいると心強いよ。こいつ腹立つ。トワ、邪気の気配がしたから切るね。わかった。キコちゃんには私から伝えておく。頼んだよ。来ましたか。あいつじゃないの？保健室の先生。話し声。あいつと教師か。誰？あ、こいつ、わざわざ会わせてきた。兄貴ずらしに来た。あの人が藤野のお兄さんか？そこいつ、じゃあ気をつけて帰るんだぞ。ああ、ありがとうございます。一応助けてはくれたのか。ところで、どちら様ですか？美人の女の人だよ。矢上琥珀。存じ上げない名前ですね。名乗った覚えないからね。これでわかる？結構こいつ、絶対太い棒ってかでかい棒だと思うんだけどな。体格にはわからんか？この臭い妹を持った覚えはないんだけど。聞いていらしたんですね。誰もお前に兄貴をやれとは言ってない。まあ、あの距離だし。というかやっぱり男の人だったんじゃないですか。当たり前でしょ？どこに目つけてんの？僕だって好きであんな格好をしてたわけじゃない。トアの負担を減らすためとはいえ、なんであそこには筋肉バカしかいないの？トアさん、筋肉バカ？大変だったんですね。あのさ、第三者と喋るのにさ、なんかその人が明らかに知らない人の名前を普通出すか？分かったような口聞くな。もうこいつと会話すんでやめよう。帰ろう、います。います、帰ろう。で、保健室で何か見つけた？あ、はい。もういいよ、こいつに見せなくてもさ、いいよ。